どうも高木です。幼児教育の経済学、ジェームズ・J・ヘックマンさんが書いたんですね。この本でまあそうだよなって思ったのが、高校卒、大学中退、大学卒、学歴が、上がれば上がるほど認知力が上がる、どういうことかっていうと、小学校、中学、漢字を覚えるじゃないですか。で、漢字を読めるのと読めないのとで、例えばニュースを見て地震速報って書いてあって、そのピンチを知ることと知ることができない人との差がありますよね。そういうふうに情報を得る時の知らない情報を取り込んでいる人と、知らない情報で 何が起こってるんだってなる人と、あ、なるほどね、知識がある分、その知識を分析してすぐに行動できるのと、全く行動できずにそのまま逃げられない、そのピンチに対してうまく対応できないっていうのではだいぶ違いますよね。これは障害的に、その教育っていうのはですね、収入に関係しますよっていう話なんですね。で、質よりもやっぱり全ての子供がそういうプログラムを受けられることが大事だよっていうような話が載ってます。薄い本ですけど、なかなかそれ薄いに対しては結構充実してんじゃないかなっていう本です。一度読んでみてください。それでは。